クソゲーファンの皆様、こんにちは。今回は、タッチ、ミステリー、オブ、トライアングル、を攻略解説していきます。ゲーム内容は、各地に散らばった10匹の子犬を、すべて救い出せばクリアです。ゲームスタートするとすぐに1匹目の子犬がいます。まずはそのまま、南風に入ります。ボールをもらいます。建物の中にいる犬みたいな生物はセイントと、いう生物です。操作方法は A ボタンで、攻撃、B ボタンと十字キーでアイテム選択です。セレクトボタンでタクヤとカズヤを、交代できます。上の数字が体力と所持金、共通の数字です。そのため、買い物をするときは気をつけて、ください。ミナミちゃんは障害物です。彼女が敵に当たると、タクヤとカズヤが両方ダメージを受けます。道中いろいろと看板がありますが、ほとんど入れません。コンティニュー方法はパスワードです。なぜか3人分入力しないといけません。ここのショッピングセンターで、缶切りを買います。買い物はアイテムの前で B ボタンです。また、ショップのアイテムですが多数の、無意味な、引っ掛けアイテムが存在します。自分で自由に捨てられないので、アイテムの購入は注意が、必要です。また、マップですがかなり広く、景色も似ているので、かなり迷いやすく、マッピング必須です。ここの缶詰が食べたいというセイントに、缶切りを渡します。アイテムを使うには AB ボタン同時押しです。缶詰を渡すと、ショップは青に入れるようになります。ショップは青でリュックサックを、買います。これでアイテム最大所持数が、増えます。B ボタンを押して使用すると、アイテム所持数が、4つから8つになります。下へ進み、次のエリアを目指します。エリア2の北の町に到着しました。ショップ FJ でハガキを買います。隣のポストオフィスでハガキを使います。すると、この街のセイントたちが鍵をくれるようになります。お金に余裕があったらナイフも買っておきます。ナイフがあれば風船が倒せるので、進行が楽になります。
ここの家に入り鍵をもらいます。くれる鍵は3種類あり、ここの中央が赤い鍵が正解です。鍵を選択した状態だと、ここのドラッグストアに入れます。ドラッグストアの中は、エリア3、謎の遺跡です。ここのショップで人形を買います。各ボスは特定のアイテムでないと倒すことができません。謎の遺跡のボス、ガドウです。ここのボスは人形を装備して、倒します。ボスを倒すと子犬を救い出すことが、できます。街を経由し、エリア4のアパート街に向かいます。ここに入り、ベルをもらいます。アパート街に着いたらすぐ近くのコンビニでハンマーを買います。ここには隠し通路があります。ここにアパート街 H から C2 まであります。順番に入っていくと C2 のボスがいる建物に入れます。順番に入っているとここのシーンに入れます。アパート街のボス、ロックボルトです。ハンマーを装備して倒します。3
3匹目の子犬救出です。すぐ北に向かうとエリア5、不思議の森です。ここのショップでファミコンを買います。ここのショップでマッチを買います。ライターではないので注意してください。ここのショップで斧とシャベルを買います。これで通れる道が増えます。シャベルにカーソルを合わせるとここに入れます。ここのセイントにファミコンを渡すとボスへの道が通れるようになります。不思議の森のボス、フォレスティです。マッチを装備して倒します。4匹目の子犬救出です。先ほどのセイントのところへ戻ります。鏡がもらえます。アイテム欄の空の部分を選択して入ってください。ここは斧を選択すると入れるようになります。ここの石化した子犬に鏡を使います。5匹目救出です。ずっと南下して始まりの町南部まで戻ります。
エリア6、南の町に着きました。ここのショップで柿を買っておきます。ここのショップでバケツと水を買います。バケツにカーソルを合わせ、水たまりの敵に30回体当たりします。30回体当たりをすると子犬が出現します。これで6匹目救出です。これでこのエリアは終わりです。始まりの町経由で学校に向かいます。ちなみにこのエリアから甲子園に行けますが、ゲームの進行上、全く意味がありません。学校に着いたら、ボスのアイテムはすでに買ってあるので、ボスの部屋に行くだけです。学校エリアのボス、ルデロフです。水を装備して倒します。7匹目の子犬救出です。南の町まで戻ります。南の町に着いたらさらに、南下し、エリア8、海岸に行きます。無言のセイントにアイテムを渡すと、いらないアイテムを処分することができます。ここの緑のコンテナを素手で、殴るとコインが出現します。カットコインは同じキャラクターが、持ってください。
神社に着いたら、コインにカーソルを合わせると入れます。海岸エリアのボス、ベンジャミンです。火器を装備して倒します。コインを使ったキャラが中に入れるため、そのキャラが火器を持っていないと、倒すことができません。8匹目の子犬救出です。再度コインを装備し、神社の中に入ります。最終エリア、聖なる地です。まずは西側のチャイナエリアに行きます。クリアまでもう少しです。ご視聴してくれてる皆さん、頑張ってください。ここの建物に入り、宝石をもらいます。ここの建物に入り、指輪をもらいます。来た道を戻り、東側のエリアに行きます。ラスボス、エル、で、パンチです。指輪を装備して倒します。9匹目の子犬救出です。宝石を装備すると、大聖堂に入れます。聖堂の中に最後の子犬がいます。外に出ると南風の前にワープします。南風に入ればゲームクリアです。ゲームクリアです。お疲れ様でした。南ちゃんに2回キスされる条件は、どちらの操作で南風に入ったかで、決まります。最後までご視聴ありがとうございました。